どうも皆さんこんにちは、わっきーです。さあ、鹿児島県来てまして、連日鹿児島グルメ紹介してるんですけども、今回紹介するお店は外観が完全にトラック運送会社の社員食堂なんですけども、一般開放している、でしかもデカ盛りのお店をこれからね食べに行こうということ で鹿児島市の中心街からだいたいね20分ぐらいかけて来ました。でもお店の駐車場に今停めてるんですけど、時刻が今朝の10時20分前です。お店がね10時からオープンなんですけど、ちょっとね昼ぐらいになると結構混み合うそうで、お目当ての料理がありまして、それがねなんかちょっと売り切れる可能性もあるというネットの情報があったので、お店のオープン間際にやってきてます。自分43歳中年男性がね、午前中にデカ盛り行けるのかっていう、もしかしたら残してしまうかもしれませんが、せっかく東京から食べに来たんで、果たしてどんなお店なのか食べていきたいと思います。でこの周辺見渡すと、もう工場とか倉庫、もう明らかに飲食店絶対ないでしょっていう場所なんですよね。でそのお店の入り口がこちらです。鹿児島県共同トラックターミナル株式会社、店じゃなくて会社じゃんっていう感じなんですけど、この奥に入っていくと食堂があるんですよ。ここにね、2階に食堂があると案内がありますね。で営業時間が10時から15時まで。もうさ、これ完全にさ飲食店あるなんて思わないじゃないですか。でここの階段登っていきまして、あ、なんかねもうこの時点でね、唐揚げかな、揚げ物のうまそうな香りすげえするな。で入っていきまして、この左手側を見ると、ほらこれわからないよね、一般の人はね絶対気づかない。入り口のところにねメニューがありますね。うわ、なんかすごいぞ。いきなり自家製タルタルソースとスープを混ぜたら、あら不思議、豚骨風味に変わります。マジか。であとはね、もう夏メニュー出してるね。ごまだれ冷やしちゃんぽん、これはカレー付きだ。お店はねこんな感じです。今10時半ぐらいで、まだ比較的空いてますね。で結構広いわ。たくあんはご自由にお取りくださいってなってる。たくあん食べ放題だ。でそしてトラックターミナル食堂さんのメニュー、こちらです。すごくない、この数だと。どのメニューもめちゃくちゃボリューミーです。すごいわ。でこの中で今回のお目当てが桜島カレー。おそらくちょっと値上げしたのかな、ネットの情報だともうちょっと安かったんですけど。で隣に桜島ちゃんぽんっていうのもあります。これ映像で伝わるかな。普通のちゃんぽんがこれのサイズだから、この大きさの違い、これでわかるか。 2.5 倍、3倍までいかないかな、それぐらいでかいですね。でなのにこの価格なんですよ。これ安いでしょ。であとね、味噌ちゃんぽんっていうのがあるね。これ初めて見たな。あとは、半チャーハンとかのセットか。でさっき表にあったこれ、ほらエビタルちゃんぽん、あったあった。これどんな味わいなんだろうね。で席はここにしました。なんか周り漫画本がめちゃくちゃあるんですよね。昔ながらな感じもありつつ、いや桜島カレー注文しました。食べきれるかな。今10時半でしょ。でお店の方に聞いたら、残してしまった場合は一応容器あるみたいで、無料でそれに詰めてお持ち帰り OK みたいです。なるべくちょっと完食はね頑張ってしたいなと思います。別にチャレンジ企画じゃないんだけど、食べます。うわすごっ完食率とかってあるんですか。今日も皆さん完食されてます。あ、本当ですか。何個残される方も。あ、そうですか。ちょっとこれはやらかしてますね。ちょっと映像で伝わりにくいかもしれないんだけど、すごいインパクトですよ。これが要は桜島ですよね。でとんかつ1枚丸ごと、エビフライに唐揚げ、これでかいのが1個乗ってますね。そしてカレーのルーが牛すじがめちゃくちゃ入ってそうなね、この時点でねもう絶対うまいでしょこれ。でキャベツがね、これ意外と量あるなで福神漬けにお味噌汁も、あーいいですね。これがトラックターミナル食堂さんの桜島カレー、
43歳中年おっさん、午前中から食べきれるんでしょうか。これ1000円で食べられるのって安いっすよね。でちょっと前まではもうちょっと安かったからかなりお得だね。鹿児島でデカ盛りいただきます。ちょっと味噌汁で気持ちを落ち着かせましょう。揚げもわかめも具沢山なんだけど、うん、あ、美味しい。鹿児島に来て味噌汁甘めな感じだったんだけど、ここのはね、甘さはね あんまないです。なんかいつも飲んでるような感じの味噌汁です。ご飯半端じゃない量なんですよ。中盤ご飯残っちゃうんじゃないかなと。だからこれ配分大事だね。カツはねこういった形です。衣がもうカリッカリだね。おいしい。お肉めっちゃ柔らかくて、でシンプルなとんかつですね。これご飯もちょっと食べとかないと絶対後半残しちゃうと思うんだよな。まあ一応主役はカレーなんでね、カレー自体の味わいもすごいな。これご飯何グラム入ってんの。いやもうこれあの外観でさ、こんなカレー出してないと思わないでしょ。おっ、カレーうまい。ものすごい客だね。辻肉がめちゃくちゃ入ってて、玉ねぎの乱切りも入ってるんだけど、これがね甘い。このルーだったら全然いけるな。カレーすげえ美味しい。未来が見えるぞ、このカレーのルーだったら。わかるかな半端じゃないぞ。でちょっとこの辺タラーっと垂らしてきたね。タラタラーっと噴火しちゃいました。まあ、噴火させたんだけど卵の黄身がさ、カレーのルーと合わさるとさ、またうまいんだよね、これが。お、旨味とコクがね、またプラスされて美味しいですね。うんうんうん。ちょっとカレーのルーにこうダイブして、うんうん、あ、うまっ。うん。で、じゃ卓上にね、調味料しっかりあるんですよ。まあ、こんな感じであの一通り揃ってまして、で、見て、業務用のマヨネーズがもう各テーブルに全部あるのよね、これが。このマヨネーズで唐揚げとかもめちゃくちゃ相性いいから、今回いい仕事してくれるかも。で、あとね、この奥にドレッシングがある。これなんかサウザンドレッシングっぽいね。時間制限とかないからね、急ぐことはないんだけど、まあ、ただお客さんがねちょっとずつ増えてきてるんで、なるべく早めに、混む前に。うん、あ、いい感じにリセットされるね、キャベツが。ちょっとここで唐揚げいっちゃおうかな。でかいよこれ、ほら。うん、めちゃくちゃジューシー。ちょっと油滴ってるもん。ちょっとこれ予想以上に唐揚げがうめえな。おお、で今こんな感じです。ご飯を中心に多く攻めていったら、残りあとこれぐらいになりました。エビフライいっちゃいましょうか。せっかくなんでデコーソースという、初めて見たな。一味結構でかい。エビフライもうまいよ。うん、今ね 75% ぐらいかな、もうすぐ 80%。ここでマヨネーズいっちゃいます。これで最後ラストスパートかけます。マヨネーズと唐揚げはね、うんうんうん、やっぱりマヨネーズ加わると違うね。うん、
いやー、食った。ごちそうさまでした。腹パンパンパンです。ちなみに今11時15分ぐらいでこんな感じです。このペースだとも確実に満席になるね。いや、雨降ってんのにすごいわ。はい、ということでトラックターミナル食堂さんの桜島カレー、さすがにね、43でね、寝起き2時間後であの量食べるっていうのはね、ちょっときつかったですけどね。夕方以降だったらもうちょっと早く完食できたのかなっていうぐらいでしたかね。まあ、この食堂自体は夜やってないんですけどね、ご飯の量が半端じゃなかったっていうのと、あとね、カレーのやっぱルーが美味しかった、あのルーが美味しかったから完食できたっていう感じですかね。あと何気にとんかつの肉の厚み、あれが厚切りだったらちょっとどうだったか分かんないです。唐揚げもね、エビフライも美味しかったし、でお客さんがもうどんどん入ってくるんですよ。で今もうね、土砂降りですよ。これは本当に大人気食堂ですね。まあ地元の方に愛されてる、であとやっぱ作業着を着てる方も結構お客さんでいたんで、まあこの辺りでお仕事されてる方のまあ胃袋を満たしてくれていると、まあそういった感じですかね。でお店の場所がここはね、やっぱ車で来ないとちょっときついかなっていう感じですかね。電車とかだと最寄りだと谷山駅になりますかね。で谷山駅からもちょっと距離あるんですよね。まあ、タクシーで来れなくはないんだけど、帰りちょっと厳しいですね、ここの場所だと。まあ、自分みたいに県外からちょっと食べてみたいなって人もいいですし、地元の方はもちろんなんですけど、隣の県からもたまに食べに来るお客さんがいるってお店の方言ってたんで、ぜひこのね、工場や倉庫、港が周りにあるんですけど、このエリアでお腹いっぱい食べに来てみてはいかがでしょうか。それではまたね。